二代目、坂東三五郎の維新現像。完成五年五月、江戸と座の花あやめ文読祖がより、当終祭者落が。二代目、坂東三五郎とは、江戸中期の歌舞伎役者。野号は大和屋、拝名は佐藤優、瀬行、初朝世陽。縄文は三つ台。後に二代目、小木の伊三郎を名乗る。上方の生まれで、はじめ初代小野江文太郎の門下で、 尾上東蔵と名乗り、京都市場の大芝居で、子役として、評判を得、宮所の芝居や、子供芝居で建物となる。その後初代尾上門三郎を襲名。天明元年江戸に下り、初代坂東三五郎の門人となるが、翌年に死が死去、その一初代坂東三之助に、三五郎襲名の話が持ち上がったが、何分まだ幼年だったことから、 モンサブロが中継ぎとして、天明五年に二代目三五郎を襲名した。完成十一年に、美之助改めめ初代坂東美之助に、三五郎の名跡を返上して、これを三代目とすると、自らは二代目、小木の伊三郎を襲名。ここから、本当の活躍が始まり、和ごと、実事、所作いずれをもこなす、大看板となる。今日は三連には、河原崎座で、 初の座頭を務めたが、文政9年9月以降の番付にはその名が見えなく、なる。去年80、当時においては長命の数え80の大王城だった。主な当たり役は、吉爪千本桜の狐中心、菅原伝授手習いの方眼台照国など、小二三代目、小木の伊三郎がいる。ありがとうございます。